パイルダーオン。あ、やっぱパイルダーついてるといいわ。意外とね、工程が多かったです。今までより体感的に3倍ぐらいあったかな。だからだん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 こうやって大きくなるじゃん。で、これやばいでしょこれ。なんか人間とビルみたいな感じなんだけどね。まあこれも母ちゃんの一つかなと。ウォーターファの秘密基地。ゼーッ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。アシェット週刊マジンガー Z 巨大メタルギミックモデルを作るウォーターファのダイジェストレビュー、パート16だ。おー、全国のガンゲロー集結せよ。まずみんなごめん。一回飛ばしちゃってます僕、前回から。あ、だからね、ちょっと間が空いちゃって2ヶ月分ここにありますが、安心してください。これでね、もう追いつきます。この2個作ればね。前回が81か82、83、84、85で86、87、88、89まで。ちなみに軽く前回まで振り返るとディスプレイスタンド作り始めたんだよな。で、結構ね、なかなか終わらないんじゃないかなと思うんだけど、今回ちょっとでもディスプレイスタンド以外のもの作れればいいね。結構でかい箱になってるから、まあ楽しみですね。さあ、それでは行きましょう。ダイジェストで組み立て開始。さあ、今日も張り切っていきましょう。まずは前回の分ですね。82から85。タワーの組み立て、台座の組み立て。ほうほう。ほうほう。もしや、全部だ。全部タワーと台座ですね。なるほど。中も見てみよう。なんか見覚えがあるものがいっぱい入ってる感じがする。というより、とりあえず、まずタワーから組んじゃおう。せーの。じゃん。はい、できました。2つずつついてきて、それを全部組み合わせて8個でタワーの完成です。さあ、次、台座行こう。台座はざっくり言うと、1つの号に1つずつプレートが入ってるような感じですね。それぞれ取り付けていきます。で、これだけちょっと特殊でした。シャフトをここに一回かますんですね。ここは開閉式のパネルとなっています。これをここに当てがって、このパーツを取り付けた後、ビスで留めます。さあ、そして最後ですね。ここの部分を取り付ければ、前回のやつはここまで。さあ、こっからですね。86を台座、タワー、スクランダーハンガー。見て、このパーツ。一気にパーツが多くなります。こんな感じでね、見ていくとね、結構組み立てるものが多いんです。どんどん行きましょう。まずは台座。これはもう前回と同じ感じですね。ビスで取り付けます。さあ、そしたら、ここがね、何かのね、収納スペースというのかな。何かが入りそうな部分になります。これ左右があります。同時進行でね、左右進めていきます。このパーツは接着します。そしたら、ここにも接着剤を少しつけて接着します。反対側もね、このように取り付けていくと。で、このリングのパーツは、ライトの部分になりますね。このブロックパーツを取り付ければ、これで完成です。さあ、そしたらこれは、タワーとタワーを連結する、中央部分の柱になります。これ横の柱ですね。組み立ての感じとしてはね、タワーに結構似てるんだよね。一つ作って、もう一つ。これを連結するわけですね。そしたら蓋をつけて、今回のやつはここまでなんですよね。で、これがスクランダーハンガー。これは右を2個作ります。で、これが蓋ですね。接着します。今回はね、アロンアルファを使いました。がっちり固定されます。最後に、ハンガーのフックを留めれば、これで完成です。これと同じものを2つ用意すれば、86はこれで完成。これは次回使うやつで、これがネームプレートですね。マジンガー Z。今回本当は取り付けるんだけど、できれば台座か、全部が完成した時に付けたい。さあ、どんどん行こう。87。タワー、台座。お、基板のなんかあるね。これ本体今回ついに行くか？で、これがさっきの横のやつですね。これこれこれ。前回のと組み合わせると、これで完成です。こんな感じになります。さあ、次。
これですね。これは前回、登場した2パーツです。さあ、そしたらタワーにライトの基部を取り付けます。このパーツは接着します。これはね、タミヤのセメントを使いましたね。で、赤いクリアパーツを取り付けて蓋をします。で、蓋をした後、これをタワーに取り付けるという感じですね。この配線、これね、後でちょっと説明しようと思うんだけど、これをね、全部に、きっちりね、配線をくっつけます。さあ、そしたら基板ですね。まずはね、これはフレームに取り付けます。このようにビスで4点しっかり留めて、どこにくっつくかというと、出た、今回の一番のハイライトかもしれない、でかい本体。これのね、どこにくっつくかというと、まずは仮止めしていたこの胸部のパーツを外し、このフレームのメタルパーツのところにこうやってね、取り付けると、あ、基板が胸部に入りました。で、さっき仮止めしていたこのパーツを頭部に、取り付けるわけですね。これで今回頭部をさ、がっちりくっつけたまま本体に取り付けられるってわけですね。ビスで、しっかり止めます。おお、この状態でもいいよね。この頭部ディスプレイモデルみたいになります。せっかくだからね、このままパイルダーちょっとつけようよ。みんなで一緒に叫びましょう、パイルダーオン。あ、やっぱパイルダーついてるといいわ、最高です。さあ、次88、これは台座コンテナボックスの組み立て、これは右ですね。同じものを3つ作るっていう工程があります。まずはさっきの開閉のところの側面、これを取り付けます。そうするとね、このようになります。ここにね、今後電池とかを取り付けるんだよね。で、これがライトになります。これは後ろから照らすライトになっています。で、今回これらの配線があるので、これにナンバーのシールを取り付けていきます。こんな感じですね。それからこれがスイッチになります。これにも取り付ける。工程としては同じ感じだね。で、これが電池ボックスです。さっきの開閉式のボックスの中に入れるんですね。あ、ここに入れてビスで固定。そしたらこの配線をここじゃなくてここに入れます。下に入れて、上はスイッチ、ここにこの向きでこのようにね、取り付けます。あー、気持ちいい、スイッチギミック気持ちいいですね。さあ、そしたらこれはデコレーションのパーツになります。1と2って書いてあるカップリングと3と4、それぞれを2つずつ組み立てます。で、このパーツに取り付ければこれで完成なんですね。このように組み立てたら、これをここにさっきのね、開閉ボックスに取り付けます。反対側もね、取り付けます。さあ、そしたらこれがライトのパーツになります。クリアパーツをあてがった後、このライトのこの配線ですね、 LED の配線を気をつけながら曲げます。そしたら、このパーツを表から取り付け、これは後ろから見ています。配線に気をつけながら蓋をし、ビスで留めます。この工程が2つありますね。このように2個取り付ければこれでライトはね、完成です。さあ、そして最後はコンテナボックスになります。まずは蓋、そしたらここにシャフトを入れます。結構硬かったりとかするんで、こういう感じで地面に押し付けながら壊さないように取り付けるといいです。そしたら最後にこのハンガーフックを取り付ければこれで完成ですね。さあ、そしてあっという間、今回が最後です。89、台座コンテナの組み立て。コンテナボックスはさっきの反対側って感じです。で、今回はね、このフロントライトがあります。これがメインかなという感じです。まずは前回と同じ工程でね、ボックスの底面を作ります。そしたらライト、これも前回と同じような感じでシールを貼り、これがボックスですね。まずはこのデコレーションの部分接着し、 LED をこのようにはめて、これがスタンドになりますね。ライトのスタンドになります。このように配線を入れて LED を取り付けると、すりガラス状になっているのが裏、ツルツルしているのが表にし、このようにセットしたら蓋で取り付けます。
そうするとね、このようになります。配線を避けながら表になる部分ですね、このスタンドの部分をこのパーツで固定します。反対側にも取り付けると、同じような感じでね、左右を作ると。そしたらここに取り付けて、裏からここにあてがってビスで留めると。さあ、そしたら最後はコンテナボックス、これを3つ作れば今日の組み立てはこれで完成です。お疲れ様でした。あー、今日はかなり組んだぞ。動画で見ると結構サクサクいってると思うじゃない。なんだけど配線をちょっと細かくいろいろやってみたりとか、ビスで留めたりとか接着したりとか、意外とね工程が多かったです。今までより体感的に3倍ぐらいあったかな。というわけで今日僕は何を組んだかね、おさらいしていきましょう。ちょっと近くにあるものからいきます。まずはこれはね、タワーの横の柱ですね。これを、組み立てる注意はこの一番最後の部分ですね、こことここの形が合うようにするんですね。だからこれが上向きではダメっていう感じですね。必ず両方とも同じ向きっていう感じです。それからスクランダーハンガー、こういう感じになるのかな、こういう風にセットするんだと思うんだけど、これ両方右、通常の今まで普通に組み立てる中にスクランダーがあるんですね。でそれが前期版で、後期版はプレミアム購読をしていると20号ごとに、まあ、プレゼントが届くんですね。でそれの最後のやつが後期スクランダーなんだよね。だから右が2個っていう感じです。だから今後左も2個作っていくんじゃないかなと。それからコンテナ、これもスクランダーのハンガー同様に、タワーにね、引っ掛けるやつになります。まあ、これ今後なんか入れてく収納ボックスみたいな感じなのかな。組み立てるとき気をつけたいのはここですね。このシャフトが入ってる、玩具でいうところのヒンジだね。うん、これを組み立てるとき、多少力を入れるんで、なんていうのかな、勢いでポキンって折らないように気をつけたいね。僕の場合はこう地面に置いてグッてこう入れる感じだった。こう下にねマットを敷いてやりましたね。でこれが左右という感じかな。そしてこのタワーね、前回前々回か、から続いてようやく左右が完成しました。これ組むときこっちから組み立てていくんですね。で工程の中にこの配線見えますよね。この配線をこうセットしていきながら組んでいくんだけど、最終的にこの LED のこれを取り付けるときに多少長さを調整したりするんだよね。だから結局また全部組んだ後ここを調整しなきゃいけないんで、例えばまだ組んでない人はここにね入れない方がいい。ライトをここにセットしてから、こういう風にね一個一個、僕の場合はピンセットを使ってね、こういうところとかいろんなところから入れてこうやってね固定しています。まあこの配線をきちんとすることによってね、パッと見は配線が見えないようになるわけです。でね、これはまあ左右があります。なんかこれだけ組むともうこの台座にくっつけられそうなんだけど、今回はね何も取り付けられないという感じですね。ちょっと台座も見ていこうか。だいぶ出来上がってきたね。で、さっきも言ったけどね、最終的にこのネームプレートをつけたいのよ。まあ今でもいいんだけどね、なんとなく気持ち分かってもらえるでしょうか。で、いろいろ見ていきましょう。ここになんか何かが入りそうだなーって言ってたやつですね。はたまたなんだろうな、光子力研究所の入り口とかね、何かの建物の入り口みたいに見えます。それからこのメインのライトの部分ですね、ちょっとこれ見てみましょう。こういう感じになってて、結構ねしっかりした作りになっています。ここの部分がね稼働します。あとはこんな感じで緩やかにクリックが入っています。これが横になります。でここが開けられて、こっちがまあその電源系だね。うん、電池をここに4つ入れて、でちょっと暗くて見えづらいと思うんだけど、ここにね、スイッチがあります。あ、で、これ組んでてふと思ったんだけど、マジンガー Z の本体には電源って入らないのかな？もしかすると、辿って辿って、ボディ辿って、ここが電源なんじゃないかなってちょっと思いました。で、後ろこういう風になってて。で、この穴にね、タワーを刺すっていう感じ。こんな感じかな？あ、で、あとはこれか。後ろから照らす用のライトですね。これは固定式になってます。まあ、スタンドはこんな感じかな。多分まだまだ何かがくっつきそうな感じはする。さあ、そして今日はね、一瞬だけ
これくんだよね。マジンガー Z の本体です。改めてこの動画から見始めた方にどういうものなのかというと、これ全高75センチあります。で、外観で触れる部分はね、ほぼメタルパーツになってますね。めちゃくちゃ重くて、前測ったら腕がない状態で10キロだったっけ、うん、10キロぐらいあるっていう。だからとんでもない重さなんだよね。そしてでかいです。結論として、ま、残しているのは胸部だけだね。胸部のアーマーと、あとはあれだね、放熱板、多分それがあれば本体は完成するんじゃないかなと。ちょっとカメラを手で持って失礼。マジンガー Z の頭部、お、これがね、しっかりこの首元と接続された感じです。素晴らしい。で、今回組んだやつがこれですね。この基板だから、さっきも言ったけどさ、電池を仕込める場所ってあんのかなっていう感じですね。あとだから残りいくつ、今回で89だから残り11号か。それで本当に完成すんのかな。いやー、しかしね、しかし本当にでかいんだ。これちょっとさ、わかりやすく、今どのぐらいの実際の大きさなのよと思うでしょ。なのでちょっと母ちゃんやってみようよ。ちょっとこれだけ規格外で、まずこんだけでかいっていうのをちょっとわかってもらえる？75センチ。で、ここにあるものは、右から言うと、超合金魂ですね。超合金魂の、ちょっとバージョン違うけど、GX45 とかだったかな。いわゆる普通の超合金魂サイズだと思ってください。で、隣がスーパーロボット超合金。それから復刻版の、一番最初のね、超合金ですね。第1期の復刻版。バンプレッソのメガトンキャンペーンの時のやつですね。それからその横がザ超合金ですね。今から20年ぐらい前に発売されたやつで、その隣のやつが超合金の塊フルカラーってやつですね。そして最後がカプセル、超合金かな。それ、これがね、ゴールドバージョンで、フルカラーのやつ家のどっかにあんだけど。出てきたらちょっとまたいつか何かの機会で並べたいかな。だからだんだんこうやって大きくなるじゃん。で、これやばいでしょこれ。なんか人間とビルみたいな感じなんだけどね。これも母ちゃんの一つかなと。なんか僕はマジンガー Z はそんなに母ちゃんないかなと思ったけど、探すと結構あるもんだね。今カメラの調整してんだけど入らない。違うんだよ、母ちゃんって言ってみたいんだけど、入んないわ。だけどなんかこう、マジンガーの母ちゃんも面白いね。今後やりたいな。今度ね、超合金魂のね、革新が発売されるから、なんかそれに伴って他のも並べてみたいし、デラックス超合金魂とかもあるからね、まだまだ色々母ちゃんできると思うけど、どれだけでかいかがね、今回分かっていただけたかと思います。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の、ダイジェストレビューパート16いかがだったでしょうか。多分順当にいけば、100号で完成で、今回89というわけで、いよいよもうラストスパートと言っていいでしょう。で、自分が体感的に感じたのは、今回で、100で終わらせる都合なのか、めちゃくちゃ組む工程が多かったのね。たくさん組む分には僕は大歓迎なのですごく楽しみですね。次また台座なのかな。もうさすがに台座もうちょっとしたら完成すると思うんだけどね。あと残しているのは胸部、ジェットスクランダー、あとなんだろうな、あるとしたら腕の関節とかなんだよね。あとはもうわずかで完成すると思います。いや、引き続き、まだね、一緒に付き合ってもらえると嬉しい。一緒に組み立ててる気持ちになってもらえるとね、本当に嬉しいです。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になった、俺もマジンガー Z が好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはね、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それから最後に、僕たちの永遠の兄貴、水木一郎さんのご冥福を心からお祈りします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。愛を込めて、Z。またねー。夢のトランスフォーム、 What the fuck の秘密基地。